アムメーそういうお前だって所詮生ずるい羊だミー。なんだと。何も知らずにいれば何もせずに済むからな。所詮知らぬ存ぜぬのことなかれ主義さ。お前こそ羊だ、羊野郎だ。上という今日は許さねえ、絶対許さねえ。やめてください。争い事はたくさんです。そんなに私のことが気になるのなら全て打ち明けます。私が何を知り何を見てきたのかを。羊の死体だろ。よってたかって殺された。もっと重大な問題です。これは私だけの問題ではありません。ハムレットや一歩にも関わりのあることです。口を開けば災い来たる。お前はその典型だ。他人の絶望に興味なし。私の話に耳を傾ける気持ちはないのですか。無益だ。どうしても。どうしても聞いてみなくちゃわからないだろ。嫌だ。俺は聞くつもりだよ、ポルフィ。物好きな。残念です。こっちも残念さ。お前が戻ってきたことが何よりも豚豚豚豚豚。ストップ。善良な豚。残念。外れ。俺の勝ちだ。ここふざけるな。かゆいんだ。あっち行け。ここあいにく私は数え。そんなことどうでもいいんだ。でも本当にもう後で話を聞いてやるからさ。聞いてほしいわけではないんです。知る必要があるんです。どういうこと。我々が何者なのかを。ホールフィン。かゆい。猛烈にかゆい。私たちは誤解しているんです。かゆい。かゆい。もうダメだ。気持ちいい。最高。似合ってるぜその姿。このまま眠っちまいたいぐらいだ。ポルフィン。ポルフィン。あまり変なことを垂れ込むんじゃないぜ。変なことだなんてとんでもない。これはずっと私たちがただ上げにしてきた問題です。わかった。何が。俺たちが眠れない理由が。なんだ。解決しがたい問題をあまりに多く抱えている。それが眠れない理由だ。知恵がついたな。眠るにはまず頭をどこかへ放り投げて手と足を使えばいい。ついにギャンブルに手を染めるか。違うよ。肉体的に疲労困憊するのさ。とっくに疲労困憊してるぜ。俺は心底クタクタだ。手足の使い方が下手なんだよ。踊るじゃダメか。踊るだけじゃ。歌っても。歌ったって。歌って踊ったらどうだ。歌って踊ってもダメさ。取り返しのつかないぐらい徹底的に疲労困憊してヘッドヘッドにならなくちゃ。何も考えられなくなって前後不覚になって自分の足につまずくように前のめりに倒れ込んでそのまま泥のように眠る。よし、ポリ。俺が手伝ってやる。何を。疲労困憊にさせてやる。どうやって。英雄たちの行進を教えてやる。英雄たちの行進。クタクタになること間違いなしだ。よし、頼むぜ。ああ、そこへ立て。了解。ポルフィ、一緒にやろう。あ、私を見ています。今のうちに言っとくけど、仮に俺が眠りについたとしたら二度と起こさないと誓ってくれ。頼んだぜ。ああ、約束する。よし。気をつけー。はっ。頭は右。はい。敬礼。はい。治る。はい。顎を引いて、胸を張って、右足から膝を上げて前進。よーい、始め。はっ。はっ。はっ。トゥーはっ。はっ。はっ。ハッ、トゥー、ハー、前進。ハッ、ハッ、ハッ、トゥー、ハー、もっと。
いな。何を言う、見事な前進だった。ふざけるな。俺は愉快だった。からかったな。なんかいい方法はないかな、眠るためにさ。疲れたいんだ。そうなったらもうこっちのもんさ。こっちのものとは、ここにいる必要がなくなる、そんな気がするんだ。違うかい。今からだってここから離れることはできるんですよ。今って何のこと。天国の時間のように途方もなく長い1秒のこと。じゃあここって、頭の中だけで思い描いた理想の世界。へえ。だからあらゆる物事は実際には停止したままなんです。じゃあ俺たちはどこへも行かずにここで死んでしまうのかい。ですから今ここを手放すかどうかはあなたの自由なんです。あなたが決めることです。違うよ、誰かに決められているんだよ。間違いない、これはきっと過去に犯した過ちの罪滅ぼしとして俺たちはここへ放り込まれたのさ。なあハムレット。なるほど、そうですか。そのような考えならば難しいかもしれません。では山登りなんかはどうですか。登ったからには降りなければなりません。倍疲れることができますよ。山を登ったことがあるの。遠い昔の昔に。山か、ハムレット、山登りだって。高いところは苦手だろ。眠るためならどこまでやって登れるさ。登った後はどうする。降りる。降りた後はまた登る。それから降りる。そして登る。それから降りる。はっはっはっトゥーはっはっはっトゥーはっ。降りる、登る、はっトゥーはっ、登る、降りる、登る、降りる、降りる、登る。またいだ。またいだ。
お前が呼んだのか。まさか。お前か。いいえ。誰が呼んだわけでもない。自主的に来ているんだ。つまらないことで、うちは揉めはやめてくれよ。なんだその顔は。どいつも幸運を寄せつけない面構えだ。今から納得のいく形で説明してやるから、まあ待て。この道を作ったのは誰だ。道？この辺りに道なんかないよ。あるじゃないか、立派な道が。井戸のことですか。井戸と呼びたいならそれでも構わない。変わった人だね。まっすぐに伸びる見事な道だった。これは誰が作った。私です。何の目的で。目的はありません。俺を迎え入れるための道ではないのか。いいえ。そうか。だったらあの道は塞いだ方がいい。随分な言い草だな。見事な道だって褒めたばかりじゃないか。なぜ道を塞ぐ必要が。厄介なことになる。そう言われても作ろうとして作った道ではないので。ではなぜ道は生まれた。石を取り除いていたら道が。取り除いていた。はい。石を拾っていたんじゃないのか。いいえ、取り除いていたんです。なぜ石を。それが私の使命だと。誰が言った。神か。どこで神の声を聞いた。私の中で。そういう言葉を奴らは一番嫌うんだ。奴らって。いつも偉そうにしている連中だ。まず、こいつは暗闇。まあ、見ての通りだ。説明は省く。見ての通りって。お前はヤギを見たことはないのか。ヤギ？ヤギには見えないぜ。どうして二本足で立っているんだよ。反政治的な思想を持っているからだ。こいつが？ヤギはみんなそうなのかい？ほぼほぼそうだ。そう言われればそんな顔しているな。罰として日本足で立たされているんですね。自分の意思で立っている。反逆者は皆そうだ。俺はこいつが無実の罪で捕らえられているところを哀れに思い引き取っただけで、罰を与えたりはしない。面倒に巻き込まれているんですね。ヤギは身に覚えのない罪をかぶらなければならない運命にある。かわいそうに。立ってばかりだと疲れるだろう。口は聞けない。日常的に暴力を受けていたせいでな。ここに問題も抱えている。また暴力ですか。でも暴力を受けた後は見当たりませんが。目に見えない暴力もあることを知っておけ。こいつがいるだけで厄介なことになりそうだぜ。物は使いようだ。ヤギは本能で生きる。好奇心が旺盛で独立心が強く強欲だ。たとえ反政治的でも場所を変えればその性格が作用して群れのリーダーになってなる。そこが羊たちとは違う。めー。なるほど。群れのリーダーには見えないけどね。めー。環境は全てを変えうる。生意気そうなのは確かだけど。これで結構知恵がある。嘘もつかないし偽善も嫌う。陰銀無礼な笑顔を見せて主人の顔色を伺うこともない。そこも羊たちとは違う。よし、これで説明は終わりだ。で、あんたは丸裸にする気か。ありきたりの質問は退屈なだけだ。ヤギを連れているんだ。さしてくれ。そうだよ、ヤギを連れているんだぜ。バカなことを聞くな。
どっから来たの？何の目的？行くあてはあるの？水。水があればもっと答えてもらえますか？考えてやってもいい。イポリ、水です。何のことだよ。水だってよ、水。どうして俺に聞くんだよ。お前がいつも大切に保管しているからさ。知らないよ。時々隠し場所を変えているあの水だ。今はどこに隠してる？水に聞け。水なんかどうする気だ。いざという時のために。お前のいざという時はいつだ？いざというからにはつまりいざという時さ。俺たちはいざという時を絶え間なく過ごしているんじゃないか。感じ方はそれぞれ違う。いいから水だ、とっとと出しな。あれは俺の水だ。俺だけの大切な水だ。いつか俺だって喉が渇く時が来るんだ。いいこと教えてやる。お前の水は俺とポルフィーで全部飲んだ。なんだって？実にうまい水だったぞ。あんな水は他にない。一気に全部飲み干した。そこだったのか。騙しやがったな。騙されたんだ。なんだよお前まで。口が聞けないって言ったじゃないか。笑えないと言った覚えはない。笑うな、暗闇のくせに。おかしなこと言うな。暗闇だからこそ笑うんだ。おいおい。